浅田さんに。あの今トリプルアクセルの練習をしているので一度飛びたいなと思って今練習真っ最中です。ぜひ楽しみに待っていてください。そのままお願いします。改めて浅田さんにいかがでしょうか。ああ、とっても気持ちいいです。もう本当に上質な、はい、ベッドになりました。厚みも増したということでさらに寝心地が良くなりました。はい、はい、これから行ってみたい国ですとか場所はございますか。はい、私アルゼンチンに行ってみたいです。おお、はい、なぜですか。今姉がアルゼンチン単語を、はい、習ってまして、で姉がアルゼンチンに行った時にいろんな舞台を見てとっても素晴らしかったと言っていたので私もビヨンドが終わったらアルゼンチンの方に行きたいなと思っています。自分が作る立場としても表現する立場としてもやはりいろんなものを見て勉強できたらいいなというふうに思ってます。トリプルアクセルに再び挑戦したいと語っておられます。はい、どうでしょうか。はい、私自身もちょっと新たな挑戦の一つとして今トリプルアクセルの練習をしているのでちょっとビヨンドが終わるまでにぜひ一度飛びたいなと思って今練習真っ最中です。あ、ドキドキしますね。会長みたいですね。はい、飛べたらインスタグラムに載せますのでぜひ楽しみに待っていてください。フォローしてます。ありがとうございます。今一番ハマっていること、今後新しく挑戦したいことございますか。登山をしたり、あと屋久島に行ってみたいです。屋久島、はい、結構、はい、自然に触れることが好きなので、はい、そういったパワースポットであったり川が流れているようなところに行きたいなというふうに思います。